疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ります。はい、帰ります。ナビできる。右左どっか大丈夫。いやなんか、うん、ダブルスの後正直また瞑想してるから、なんかいい練習になった。わかる。ちょっと切れちゃったよね。切れちゃった。なんだろうね、やっぱ6月に2本試合入れてたから、6月だっけ、そうだね、そうそうそう、シングルでもやったからね、そうそう、出てダブルスも出たからかなりこうスランプ脱出しなきゃしなきゃみたいなあったけどさ、なんかまたなんかなくなったから、瞑想中でした、ね、でもちょっとね、顔だね、私も完全いっちゃってるもん、顔がね、今日はもうこう打つと同時に体もこう、いっちゃってたね、それやっぱこうしてからこうだな、だんだんやっぱさ、こう粘点さがさ、なくなってくるんだよね、あの絞り、ゴルフってさ逆の動きじゃん、左後ろで溜めてさ、あ届かない、届け、届きました、はい、まっすぐ行ってください、まっすぐ行きます、それをうまく使える、そういう感じなんかね、いろいろなんか、やらなきゃいけないことがあると、ちょっと病むしたし、ガチなやつだったね、世間話いやでもなんかこう打ちっぱなしするとさ、無になれるからね、結構私は悩んだ時とか、一番の解決法かも、なんかよくさ料理するとさ無になれるとかさ、洗濯機回す無になれるとかさ、いろいろあるじゃん、じゅうちゃんボクシングしてる時、そうそうそう、もうね本当に嫌だって言いながらやってるけどもね、この間とかどうしよう、嫌だとか言いながら、本当に嫌だって言いながらもう、打つみたいな、打つみたいな、まあ確かにね、練習とかやってると本当にそっちに集中できるよね、嫌なこととかね、忘れられる、いやでもまたこう、明後日コンペ、明後日って叙々苑カップ、誰と回るとかも決まってんの、まだね出てないです、あそうなんだ、当日らしい、なんかお楽しみなのかなと思って、正直さ、昔から聞いてたからさ、その叙々苑カップっていうものがあるよとかさ、芸能人ゴルフ大会だよみたいな、ね、そうだよね、いざさ、右なんだけど、どっかこう入れるとこがある、あるある、そこ右、念願っちゃ念願なのよ、だけどだよ、ね、あのあれよ、いざ出るとなるとさ、ああどうしよう緊張するよね、やっぱね、緊張するよ、ちょっとさ、見たらさハンデとかも結構厳しくて、何が厳しい、ハンデ、あ自己申告制だよ、ね、からさ、あれでも自己申告ってなのにそれになっちゃった、そうなのよ、なんか私が出したのと大会の判断をもとに、はい、なんだけど、あそう、ちょっとなんかちょっとそんだけそんな上手くないからさ、正直さ、いやいや、確かに4はちょっとね、困っちゃったなって感じだよね、まあ、ってことは夏ね、あでもレディースティーでしょ、レディースティー、でも今のゴルフじゃ厳しいよ、どこ飛んでるか分かんないんだもん、なんかそうだよね、なんかさいい時ってさ、手から離れる瞬間にさイメージ湧くもん、ここら辺に飛んでくだろうなって、ミスってもこの辺とかさ、あグリーン外れてもまあこれぐらいで収まるだろうなとか、今全然、もうボールからクラブがボールだった瞬間にどっち行ってんのどっち行ってんのみたいな、だからどんどん起き上がっていっちゃうんだよね体がそうだよね、不安で起き上がるよね、悩みないの？ゴルフね。いやー最近はさ、なんかこう目標がさ、やっぱりそこ？でもあれだよ。日刊は出るんだよ。これ右側で。あ、9月だっけ？9月だっけ？9月3日じゃなかった？うん。出るんだよ。結構。
もうすぐだ。でもなんか純ちゃんはね、あれそう、ひょうひょうと出そう。いやーでもねー、いつこれ出ちゃったみたいなちょっと緊張してないじゃんみたいな。でもね、私意外とね、それまでに準備しないとダメな人で、近くなったらやる。そう、多分練習とか、こないだもそうじゃん。そうね、急に行き始めたもんね、うん、え、今日も行ってんのみたいな。そう、いきなりね、朝練とかするやつ、私でもそのできないことをなくさないとダメなの。どういうこと？どういうこと？なんか例えばアイアンがちょっと今回微妙かもみたいな状態では行きたくなくって、うん、もうダメだったら練習して、あ、もうちゃんと打てるみたいなところまで持ってかないと嫌なの。でもそれさ、前のすごい近くになって解決してたじゃん。そうだね。そのだって1週間前ぐらいに行った時とかもさ、うん、なんかまだねペアあるんだよねとか言ってたのにさ、急にさ、うん、なんかあったじゃん。そうだね。よくなんか逆にそんな前日じゃないけど、うんうんうん、なんかそんな治ったよね。確かにね。まあでも打たないと治んないと思ったからさ、うん、もう絶対勝つだと思うから。今日結構打ったよね。何球ぐらい打ったんだろう。わかんない。200ぐらい打った。打ってると思う。そうだよ、ね、だって、うん、あと残り35分でしてた時140球だったよ。あ、そう。ほんと140球打ってた。え、じゃあもう250ぐらい打ってるかな。うん、まあ、200ちょいぐらいかな。そう、でも絶対に私は数だと思う、ね、50球とかどうのこうのっていう感覚はないんだよね。調子いい時はいいけどね。そうそうそう。なんかもうわけわかんない。最後の何球かで気づいたからね、また、うん、なんかさ、ここ直したりここ直したりとかさ、いろいろするけどさ、うん、なんかこういいのは出るけどたまにかなって感じだけど、うん、なんか1個の、あ、これだったら何球も同じの出るかもみたいな時あるじゃん、うん、ある。それだよね、うん、それはさ、何回も打ってないとさ、そう、出ないから。出ない。だって本当はまだ打ちたかったもん、うん、そうだね。だけどちょっとね、10時ですし。そうだね、10時だそんだけだよ。なんか時間があればずっと打ってそうだよね、うん、一番最長何時間ぐらいってことある？一人で練習してるでしょ、うん、でもそんなさ、お金なくなっちゃうからさ、うん、5000を使い生きるって感じだよね。あ、うん、群馬の時？あ、群馬の時は2時間とか打ち放題してたよね。うーん、すごいな。でもあのね、気づいたことがあって、うん、その時の私は60分以上打つと疲れちゃって、うん、なんだろう、逆に適当になっちゃうからもう60分で集中して、集中してボールの数を打つみたいな。そうそう、数を打って、でそれを毎日ではないけど週2とか、うん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 、ね、やってた。まあいろんなさ、私もさ、うん、目標とか立てたりとかさ、うん、やってるからさ、うん、あれだけどさ、こうもうさ、なんかあの、何を目標にとか何を目的にやったらいいのか分かんなくなる時あるよね、うん、ある。なんかもはやさ、レディースティーじゃなくてレギュラーティーで回り始めたりとかした、レディースティーで回ることもなくなってきてさ、うん、ちょっとなんかレディースティーで回る毎日みたいなのもたまにはいいかもしれない。そうだね。だから、だって、ま、毎回ツーオンできる楽しみってさ、うん、欲しくない？欲しい。私最近すごい思うんだよね、なんで毎回さ、スリーオンとかさ、たまにツーオンできたら、うん、パーかなみたいな、ゴルフって結構辛いなって思って、うんうんうん、毎回ドライバーウェッジでさ、ツーオンでさ、うんうんうん、そういうゴルフもさ、なんかこう1ヶ月ぐらいやってみたいなとか。そうだよね、わかる、うん、レディースティーで1ヶ月間やってみるみたいな、うんうん、そしたらすごいスコア出る。そう、なんか楽しそうじゃない？うん、楽しそう。どうやってね、バーディー取るかっていうのが、うん、そうそう
そういうの、ね、私たちこの間ダブルスでそうだったけど、うん、どうやってバーディー取るかって一人でできるのかなって感じだよね、うんうん、でもできそうだよね、うん、あの感じでやってたらね。あどう、そうね、ちょっとやってみたいな。そういう合宿もよくない？いいね。レディースティーで回りまくる、うん、うんうんうん、どんだけバーディーが取れるか。取りたいね。バーディーを一番取った子には何かいいことがあるでしょう。何があるかな。まあそんな感じっす。うん、じゃあまたまたね、どこかでお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。